今回は鶴瓶抜きじゃないや、釣り抜きとかあと拝み抜きでやってる芯の例ですねにおいての腰使いについて注意をします。まず何も考えないで普通に例してください。違い分かりますか？何が違うか。1、私が一番かっこいい。2、一番私が強い。3、一番私が優しい。4、なんかすごい。全部です。はい、使いの角度が違うんですね。おもう一回いきますよ。めっちゃ下がる。そうでもちょっとね、水平に近すぎるんだけど、もうちょっと落ちます。これくらい。でもやっぱり刀めっちゃ落ちますよ。この違いが何かっていうことです、そうです。最初の時点で、皆さんは骨盤固定のまま前傾していくんですね。骨盤角前傾、固定もしくは若干前傾しながらこういくんですね。そうするとおのずとこの角度になります。そうじゃなくこれは骨盤を若干後傾、初動でちょっと後傾させるんですよ。ちょっと後傾させるようにしながら、そして少しずつ、まあ、しかるべくして前傾すると、このぐらいの角度で収まるんですね。で、ここから出る。まあ、抜きやすくなるんですね。抜きやすい。で、まだまだね、前傾しちゃってるね、刀が。この角度、こう。こういう角度。こういう運動を加えながら、スッと出るようにしていく。で、骨盤角と体の角をそのままにして起こすとこうなってるんです。なんだそれ。要は反ってるんですね、逆に。え、前傾してるのに反るのっていう、この異常なことが起きてるわけですね。こう、つまり体はこうやってってるってことですね。で、膝の屈体、そして骨盤角全体でこの角、結構これはそんなにこうなる。この角度の骨盤の作り方を、ああ、抜きやすい、抜きやすい、はい、もうちょっと、研究してみてください。はい、ストップ。